東将徳川家康、京王石田三成、導かれし二人による終焉の戦関ヶ原。そこに一つの異質なる影、松永久秀の姿があった。彼にとっては未来を占う戦などではない。彼の耳には剣撃も喧騒も届きはしない。京を引いたのは徳川家康が長きにわたり編み上げてきた命の音色、ただそれだけであった。東照、かつて授けたものからよくこれだけの歌を紡いだ。その歌は夜明けの晩をも慰める宝となるだろう。童謡。みんな、よく聞いてくれ。これより石田軍との交戦に入る。おそらくこれまでにない犠牲が出るだろう。わしから言えることはたった一つだ。命を無駄にせず生きて帰ってくれ。そんな顔をするなよ。わしは大丈夫だ。さあ行け。こんな命しか下せないわしを軽蔑するか、三成。お前には最後まで失望しか与えられなかったな。京の奥底から響く悲鳴のような音色、見事な宝だ。東将、カゴの中の横尾よ、 K が育てた価値ある歌、実に素晴らしい。さて、
彼は困った。これ以上主の勝手は好かぬゆえ。消滅しろ。私のせいが貴様を殺す。山の向こうで鳴く鳥は新人鳥か岩戸だか。無事に帰るのだ。待っているぞ忠勝。一途な町人を演じるか。寒々しいものだな。兄の後ろの少年は。わしは必ず勝つ。培ってきた絆の力で。貴様の北条など何一つ認めはしない。熱くなるな。この後に及んで聞きはしまい。分かっているなら口をつぐめ。女に集中しろ。本念よ柳と風。奴の視界を封じて笑え。松永様の望むものは我らも同じ。カイミアは見知らぬ男だ。どうでもいいな。あの男は何だ。この後に及んで助人か。男だ。あれはまさか。バカ。お前は歴史の影へと消えたはず。理解せずともいい。刑に望むのはあぜ歌だけだ。わしの歌。何を言っている。ねじれた心のきしみが生み出す稀なる音階。その聞き手となりたい。それだけの話だ。やはり貴様の友顔だったか家康。違う。あれは誰にとっても味方ではない。いらないな。マウント。音色を響かせたまえ。私が嫌いかね。気があったな。運を祈る。いざ進撃。あの日の雷を気取るのか。貴様ごときが三成様に続け。我ら長将豊臣成。おかしいな。まだ生き残りがいるのか。家康様こそ明日に光をもたらすお方。さて見たまえ。秀吉様の兵を焼くのか。この馬骨の輩が。秀吉。さて誰のことだったか。ああ、かつて私が踏みしだいた若者のことか。貴様今何と言った。あの太鼓を足げんか。にわかにはうのめるな。熱臓で乱言で秀吉様の過去。少し黙ってくれないか。刑に用はないのだ。な、だと。無数の熱が空に散り、やがて天は明けとんだ。三成様の憎しみはひとしき我らのものぞ。私の青がこぼれ、貴様の赤が吹き上がる。兄は初陣かね。よく似合っているよ。この程度の宝飾を産後とは呼ばない。
座るがいい、フクロウの席に。私の目を見て戦わないからこうなるのだよ。やはりやめだ。K は表情豊かだな。もっとよく見せてやる。ゾウの糸よ、カゴをあれ。奴を捕らえてこの場に差し出せ。今日いつしか私が撒いた力の信奉者か。だが欲望を知らぬ刑から得るものなどない。助かるという期待は、アゼル、今のうちに捨てたまえ。アゼル、人は炎に惹かれる。俺もまた松永様に言える。うん？何やら後ろが騒がしいな。どれ、どれ、さあ。大谷殿への受信を急げ。なんとか策が。本田殿、本田殿、どうか援護。松永様の星のところ、なくなりはしない。風が強くなってきたな。私を里井と誤解する者がまた一人か。珠玉の調べだな。我らは東軍、民の幸を照らす者なり。覚えておけ。代償は高くつかれるな。私は存分に嘆いた、うん、次は貴様の番だ。あれは必要。本田、主もそう思わぬか。我が矜持を遮るか。鬼も腹を抱えよう。おや、戦国最強、機嫌が傾いているようだな。今日は澄んだ男だな。刑の主君と、いや結構、週末の戦を遮られたのが気に食わないか。あるいは私が彼に送った犠牲についてかな。彼に不純を埋め込む気にはなれなかったか。さて、主のようにけしかけけしかけとは望まぬでな。些細なことで立腹するのは勧められないな。けれど己自身を責めるべきだ。刀匠の心は明らかに深い籠の中、救い出そうともしなかった刑が最も罪深い。今日は即興の句をたしなむらしいな。歌わせてみればどれほど趣深いことか。無駄よ、あれは悲鳴の一つもありはせぬ。良い歌をそらんじられるのは刑のおかげか。いや、これは礼を言わねばならないな。刑が楽しまないのなら私が彼を使おうか。させぬ。主がもたらす不幸は歓迎せぬ。不幸をたっ飛ぶ刑らしくもない言動だ。いや、とても軽らしい態度と言うべきかな。満足かね。見たまえ。
かせたまえ。強い面持ちだ、壊しがいがある。無勢の理由は一つ、秀吉様がおられないことだ。譲り渡したか、諸君らの意志はよく分かった。これはこれは、兵に剣技を教わるべきか。並べ進め。誇り高き者の二つよ。悔やめ、死に飛び込んだのは貴様の方だ。地蔵を叩くよりは罪深いと思わないか。体中をうなぎが這い回る。主も分かれ。今日の淀みを知りたいか。我さえも知らぬ。そこで見ていたもん、敬によく珠玉の恐怖。そばにいてくれと、そう言えばよかったか。いらないな、いらないな。安堵したまえ、期待などしていなかった。さて、行くぞ。敵軍に報いる意志と。ならぬ、この道だけは。刀匠の歌はこの場にて結ばれ、次の語り部とするのも悪くない。待ってくれ三成、あの男に備えなければ。黙れ、黙れ黙れ黙れ。貴様もあの男も末に広がる十六崎だ。首を回せろ。天へと落ちてゆけ。慶が英次長かね。では死にたまえ。さて、それで英雄を語るつもりか。さて、おごるな。戦火を広げる西軍なんかに負けてたまるか。私だけを聴衆に奏でよ、刀匠。文字通り音を上げろか。断る。望み通りの雑音だ。この演奏に耳を浸せ。 K の歌には関心の湧くが、いかにも単調だな。不完とも言える濁りが足りないようだ。刀匠、兵に送った犠牲は役に立ったようだ。アゼル、送られてなどいない。すべてわしが選んだ道だ。貴様は業務を打った。この私をも殺した。友のためか。忘れ去られた主が気の毒だな。いらないな。絆の敵松永久秀、お前を認めはしない。私がもたらすこれも絆だ。アゼル、何が違う。ケイは実に奔放だな。だがそれでこそ心よい。さて、ね、K
刑には何を与えれば面白くなるか。得るべき現実などたった一つだけだ。貴様を斬り、家康を斬り、この罪を殺す。喜べ、間もなく第二の生の幕開けだ。そんなものを与える輩がいるとするならば、貴様などであるものか。この醜き不良が。かつて彼を狂わせたのは他でもない K だ。止める正当性などどこにもありはしないよ。歌の結びぐらいは本心を語るべきだ。口にするといい。彼に対しての本音をね。決して聞かせはしない。お前にも水成にも無駄なことだ。秀吉様、この私が一番手札。見たまえ。どうだ、私こそ秀吉様の先鋒だ。そうだ、抗ってみせろ。私を切り倒してみせろ。垂直な目だな。やはり K には不純が似合う。東証 K の音色の終止符だ。この K に預けた犠牲は美しき歌を紡いだ。誰からの理解も求めず、理想のままに邁進できるその心、実に見事なものだ。そう、Kからはここをもらおう。聞こえるか、今日次なる宝を育てるのは K だ。東証は犠牲を胸にこれほどまでに飛躍した。濁りなき K からはどんな音色が生じるか、それを知るため K にはあるものを預けようと思う。絆の喪失という名の不純を。一つはすでに途切れてしまっているがね、この残り一つを失った K がどう生きるか。よせ、やめろ。家康を殺すのは。そう、K からは絆をもらおう。私だー。